はい、皆さんこんにちは。取材する YouTuber ことニューソク通信社の須田慎一郎です。今私はですね、取材で、JR 総武線の亀戸駅前に来ております。大空幸喜候補のですね、取材にやってまいりました。東京第15区というですね、まあ言ってみれば下町ですね。まあこの第15区というのはですね、旧住宅地と新住宅地、新住宅地というのは湾岸エリア、豊洲エリアということなんですが、この亀戸駅はですね、その15区の中にあって、古くからのですね、住宅地として、非常に多くの人口を抱えている、まあそういう地域です。選挙戦序盤においてですね、大空候補はこの亀戸駅前で街頭演説をやってるんですが、まあ公募によって9月に決まった候補ということもあって、知名度はまだまだです。まあいろんなですね、メディアに出演露出があるとはいえですね、果たしてこの、大空候補のですね、知名度は認知度はこの地域で上がっていくのかどうなのか、加えてですね、やはり今回の、この衆議院選挙スペシャルのですね、大きな、注目ポイントとして、いわゆる政治と金の問題、自民党に大きく逆風が今吹いております。果たして自公政権はですね、政権を維持することができるのかどうなのか、ね、そして有権者のですね、この自民党を見る目は一体どうなのか、ね、このあたりも合わせてですね、取材をしていきたいと思いますけれども、でこういう状況下にあって、逆風下にあって、なぜ大空候補がですね、あえて自民党の公認を得たのか、この辺についてもですね、後ほどインタビューでしっかりと聞いていきたいなと、そのように思います。とりあえずですね、街頭演説、大空候補のですね、街頭演説に耳を傾けてみたいと思います。皆さんこんにちは。取材する YouTuber ことニューソク通信社の須田慎一郎です。今日はですね、衆議院選挙スペシャル第2弾、シリーズ第2弾ということで、一人のね、候補者にスポットを当ててちょっとインタビューを進めさせていただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、びっくりしましたすいません。いきなり選挙に出馬ということで、はい、まずそのあたりからお話を伺いたいんですけれども、うん、今回いつ決めたんですか？言ってくれないから全然分からなかったの。ごめんなさい、はい、もうでも須田さんに会えてこんなに嬉しいことないですね。あ、本当もうなんか選挙、政治っていう世界だったから、はい、まあ肩肘っていうのもあれですけどあれですけど、言わない、あれですけどはすごい嬉しいですよ、はいはい、あの今回、東京中国が公募だったんですね、うん、自民党は、で9月の、まあ、上旬に公募があると、うん、いうことで、私が最終的に決めたのはもう9月入ってから、うんになります。うん、9月入ってから、じゃあもう慌ただしくドタバタとした中での、はい、決定して、それで準備に入ってるということで、はいはい、でそもそもね、なんでこの衆議院議員、政治家を目指した、もう最初から政治家になりたいと思ったんですか、それともそういう予定なくてっていう。あの私、相談窓口学生時代に立ち上げて、はいはい、あなたの居場所、あなたの居場所、はい、で4年間で100万件相談が来て、うん、で孤独対策とか、まあ、孤立対策とか、うん、ね、男児も作っていただいたし、法律もできたし、うん、まあ、政策提言の活動もずっとやっていたんですよね、うん、で政府の仕事もさせていただいたりもして、はいはい、だから政治家というよりも、うん、政治を動かしていくということは、うん、まあ、これまでもやってきたと思うんです、うん、でそれをなんで立場じゃあ変えようかと思ったかというと、うん、
まあ、一つはやっぱりそのずっと感じているのはもう現場の限界、やっぱりもうどんどん悩み抱えている人が増えていって、もう現場で対処しきれなくなっちゃってると。でやっぱり政治が変わってそもそも悩みを抱えなくていいような、まあ、そういう国にならなきゃいけないよねという思いはずっとありました。もう一つは私学生時代から江東区これ住んでるんですよ、はいはいはい、で江東区ってもう政治不信の象徴みたいな選挙区になっちゃった、はいはい、で今年の4月の補選も選挙妨害なんかがあって、ただでさえ、まあ、自民党もそうなんですけど、政治に対する不信が広がっていたところであの補選の妨害があった、もう本当にこう失墜しちゃってるんですよね、まあ、私25歳で、20代の国会議員が今一人もいないと、若者が投票率低い、政治関心持てないって言うけども、関心を持てるような政治じゃないでしょ、っていうのを思っていた、でこの自分の住んでる江東区で、まあ、今回選挙があってそして公募があるっていうのを聞いた時に、やっぱり若い人たちが政治に入っていくということ、まあ、なんか選挙とか政治って可能性があるんだなっていう、ね、そう感じてもらえるのであれば意義があるんじゃないかなって思いました。でその中でね、おそらく多くの有権者が、あるいはこれまでのねテレビだとかインターネット番組に出演されていて、まあ、まあ大空さんのファンって言ってるのかな、支持者支援者っていう方々にとってちょっと一点疑問があるとするならばね、なんで自民党なのと、これは2つの意味があって、1つはね、まあ昨年来政治と金の問題で大きく逆風が吹いている、その逆風吹いているなんで自民党をあえて選んだのか1点目、そして2点目としては、そのなんかこう自民党というとなんかおじさんの弁当箱みたいなことを言われていて、でそういった意味で言うと新しいことがなかなかやりにくいんじゃないのかな、もっと他の選択肢があったんじゃないかなっていうね、そういう思いを持たれている方って多いと思うんですよ、これなぜ自民党だったんですか。自民党なのはもう明確で、私政策をやりたいからなんですよ、これまでも孤独対策やってきました、これ自公連立政権でやってきたんです、野党ももちろん回ってたんですよ、野党とも一緒やりましょうって言ってたんですよ、何にもやってくれない、本来困ってる人に手を差し伸べるって、ね、これ野党リベラルな政党が、まあ、ある種こう果たすべき役割だとされているものもやらないんです、もう私愕然としました。で自民党は確かに完璧な政党じゃないですよ、だって私裏金何も関係ないけど街今毎日立ってると絶対言われますからね、裏金だろ裏金だろって、はいはいはい、でもそれでもやっぱり地域に根ざして町会をこう回ったりして地域の方の声を聞いて、そしてそれを政治に反映するって、これ本来自民党が持っていたある種の良さだったと思うんです、でその力っていうのはやっぱり潜在的に私自民党があると思います、やっぱり地域ちゃんと回ってますよ、区議会議員の皆さんも含めて、でやっぱり自民党がその政策や法律を作るっていう力があるのに対して、じゃあ野党を見てるとね、いやそれは責任を取らない立場から好きなこと、批判何でも言えます、でもやっぱり自民党が変わることが日本が変わることに一番近いんだと、僕はもう批判とか責任取らない立場からの綺麗事っていうのは、もうこれはテレビのコメンテーターだけでいいと、野党は別になんかそれってこっちにちょっと言いたいんです野党は国会議員なんだから、はいはい、本来それやらなきゃいけないのに、それができないということの難しさ、もう一つね、もう一つは困った人に手を差し伸べること、自民党が不得意だとされてるわけですよ、DV や虐待、はいはい、いじめとか貧困、私がこれまでやってきた政策、でも本来そういう人に手を差し伸べるのが真の保守政治だと思いますし、だからセーフティネットが必要なんですね。なるほどね。やっぱじゃあ高度経済成長があった、それって単純に池田首相の政策だけで成り立ったわけじゃなくて、やっぱり地域の中である種まだ五重機能みたいなのが残ってて、雷親父みたいなのがもしかしたらいて、そして地域のつながりがあるから何かチャレンジができる、その地域の目があるから新しいことができると、セーフティーネットなき成長論みたいなのが今あって、なるほど、これをなくしていくということも私はやっぱ自民党だからできることなんじゃないかなと思います。このね配信はもちろん選挙期間中に配信させていただくんですけれども、コンパクトに一つだけ有権者に訴えるとしたら何を一番最優先で訴えたいですか。もう命を守る政治、僕はこれに尽きると思います。子どもの自殺過去最多、虐待の通行件数もいじめの認知件数も、子どもだけじゃなくて、やっぱり集合住宅とか団地、江東区の人って8割集合住宅に住んでるんですね、団地もたくさんあります、やっぱ買い物行くにしても一つ大変、やっぱりご自身で一人でずっとお家にいらっしゃって、悩みを抱え込んでいる方がたくさんいます、
で江東区は江東デルタ地域で海抜0メートル下に広がっていて、はいはいはい、やっぱり防災減災対策を本当に急いでやらなきゃいけないんですね、うん、で町づくりも進んでます。有楽町線一新したりとか、うん、有明とか豊洲の埠頭の先にはまた今度町ができるかもしれない、うん、でこういった時にちゃんと命が守られる町づくり、うん、土地づくりができるのかどうか、うん、まずはそれが最優先なんです、うん、でそのためにはお互いに助け合う、うん、これが日本の本来の良さなんです、うん、でも今それできないですよね、うん、だってそれ自分の生活に余裕がないわけだから、はいはいはい、自分の賃金がしっかり上がっていって、うん、生活にゆとりができてその余裕で誰かに手を差し伸べると、うん、これが本来の国のあるべき姿だと思うので、うん、命が守られる政治としての経済対策があるべきだし、うん、命が守れる政治としての防災減災対策があるべきだし、うん、命を守るっていう政治の最大の責任、うん、これを選挙戦を通じて訴えたい。命を守る、うん、その辺は伝わる自信、ね、目算はありますか？うん、やっぱりあの自民党に対する厳しい批判はたくさんあるんですよ。で、うん、自民党を支持してくださった方の方が実はあります、うん、地域回ってると、うん、だけどじゃあ野党に政権を任せられるのかっていうと、うん、それは違うよねと、うん、だから自民党さん変わってほしいんですと、うん、こういう声なんですね、うん、なのでただただ実直にこの政策を訴えて、うん、衆議院議員総選挙っていうのは他の選挙と違って政権選択の選挙なんだと、うん、裏金問題確かに自民党もある、うん、で野党にも不記載の問題ある、うん、だけれどもそれだけでこの衆議院議員総選挙の一周を決めてはいけない、うん、これは皆さんかなりご理解をいただいていると思います、うん、いやね、で最後にねちょっと今ずっとね大空さんが出るときね聞いたときからあのちょっと違和感持ったんですが、これからどうなんだろうね。今まで大空くんって君呼ばれしたんだけども、当選したら大空先生って呼ばないでやっぱりダメなのかな。そんなわけないじゃないですか。もう僕のイメージもなんか悪くなるからその質問もやめてほしい。大空くんって呼んでくださいよ。ええ、僕くんって呼んでくださいね、はい、皆さんね、お願いします、はい、で最後に一つ、なんで赤なんですか、カラーは。これなんか思いがあるんですか？いや、青は青空って書かれるんですよ。あー、なるほどね、僕の仲いい人でも青空って呼ぶ人いて、はい、まあ、赤で行こうと、ええ、誰の理由ですよ。その深い理由ないです。深い理由ない、まあ、でも赤がやっぱりリーダーシップとか責任感とかそういったものを示す色ですし、うん、やっぱり今の政治に必要なのはそこなんですよ、うん、誠実さクリーンさもちろん大事です。でもそんなものって前提なんで、はい、大前提、うん、その上で国を守るために政策を進めるために何をするかっていう本来その話ですから、うん、まあ、それをしっかり訴えたいと。なるほど、うん、いちいち説得力があるね、なんか。いやいや、で、いやでもね、僕言いたいのは20代の国会議員は一人もいないわけですよ、うん、はいはいはい、一人もいないんですよ、うん、で25歳の支部長って全国で私だけですよ、うん、でこれ実は野党も含めて、この収録してる時点では私だけなんです、立候補予定者って、うんうん、だからね、自民党ってさっきおっしゃったように、うん、まあ、親父の弁当箱、うん、変わらないって言うけれども、うん、野党は20代の人全然擁立してないわけですよ、うん、なるほどね、自民党はこの東京10億見ていただいたら分かるように、うんうん、これまで政治の世界では全くもう無視されてきたような存在の人も支部長にしちゃうわけ、うん、比例の名簿じゃなくて、うん、はい、小選挙区の支部長としてお前は出ろと、うん、しっかりやれということで後押しをしてる、うん、だから自民党が今まさに一番変わろうとしていて、うん、変わってないとかどこかっていうのを私は見ていただきたいですね、うん、ああそうか、大空さんを出すってこと自体が自民党変わろうっていう意思の表れだというふうにも、うん、なかなか私自身見てても私が執行部で決断できるかなってもなかなか難しい。いや俺が執行部でも決断したかったかもしれない。いやそれは決断してくださいよ。だからいやそれはあれ本当に立憲の比例の単独名簿にも20代載ってなかったりするわけですよね、うん、はいはい、いやだからね、自民党が変わらないっていうのは本当に完全にこうある種の決めつけでね、うん、変えようとしてるんだ、うん、で実際にそれがこの東京10億で生まれてるってことも、うん、まあ、ご理解をいただきたいと思います。わかりました、はい、これからね、亀田駅前ですか、日程、はい、演説しなきゃならないというか、はい、すいません、はい、お忙しいところ、はい、本当にお越しいただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。